こんにちは、ひろひろです。今日は100均の手ぬぐいとこういったカゴを使って浴衣に似合うカゴ付きの巾着バッグを作りました。明るい柄の手ぬぐいには明るめのカゴを合わせてみました。落ち着いた柄の手ぬぐいには少し濃いめのカゴを合わせてみました。木工用のボンドを使って仕上げたので、あまり強度はないかもしれないので、重いものは入れないようにした方がいいと思います。用意する材料はダイソーのパームバスケット、手芸用のボンド、ダイソーで買った江戸内紐。手ぬぐいはいろんな種類があって、これとこれダイソーで、こちらはセリアで買ってきたんですけど、お好みの手ぬぐいを使ってください。今回は大人っぽい感じの巾着に仕上げたかったので、こういった柄を選びました。このパームバスケットなんですけど、いろんな大きさがあったので、ここにこう線を入れて、ここから一周測っていきたいと思います。54センチあります。このバスケットの周りが54センチあったので、2枚仕立てにしたいので2で割って27センチ、27センチに縫い代の2センチをプラスして29センチ、29センチ×30センチの型紙を用意します。手ぬぐいを29センチ×30センチに切って2枚用意します。手ぬぐいを中表に合わせて10センチ開けてここを縫います。こちらも10センチ開けてここを縫います。はい、今こことここを縫ってきました。この状態でこのカゴを中に入れて大きさをちょっと測りたいと思います。こんな感じでくっつけていくんですけど、ここが少し余るようだったら少し絞ってもう少し縫ってあげてください。はい、今少し大きかったのでここを少し詰めてみました。この状態でもう一回入れてみます。はい、ちょうどいい感じにはまったらこれで大丈夫です。はい、先ほどこの10センチ開けた方を開いて、はい、こんな感じで割ってこの周りを縫っていきます。はい、この周りをぐるっと縫ってます。はい、でここの縫った方を1センチ倒して、さらにこの縫ったこのギリギリのところまで、このちょうど開いているこのギリギリのところまで倒してここを縫っていきます。はい、今ここを縫ってきました。この分かれ目のギリギリのところまで折り返して縫ってます。反対側も1センチ折り返して、このギリギリのところまで折り返してここを縫います。はい、今ここを縫ってきました。でさらにここにもう1本ステッチを入れていきます。ちょうどこの真ん中ぐらいでいいので、ここにもう1本ラインを入れてください。ステッチをかけてください。はい、今ここにもう1本ミシンをかけてきました。裏と表2本かかってます。はい、この巾着とカゴをくっつけていきたいと思います。カゴをこの中に、巾着の中に入れて、洗濯バサミで4箇所ぐらい固定します。はい、で固定した1箇所を外して、ここにボンドをつけていきます。上にもこうくっつけて、割とたっぷりめにくっつけていきます。でこれぐらいくっつけたら生地を合わせていきます。生地もこうかぶせるようにつけてください。たくさんつけた方が強度が上がると思うので、割とたっぷりめに接着剤はつけてください。はい、つけたら洗濯バサミで留めて、今度こちらを外して、ここにボンドをつけていきます。
状態で1日乾かしておきます。1日経ったのでこの周りの洗濯バサミを外していきます。はい、で、この布を表に返していきます。こんな感じで返してください。はい、65センチに切った紐を2本用意します。で、紐通しを使って紐を巾着に紐を通していきます。一周ぐるっと通していきます。はい、通したらここを仮止めしておきます。反対側にも紐を通していきます。はい、反対側も紐を通しました。これでアゴ付きの巾着の完成になります。